村上さんはめちゃめちゃ面白い。釣りしてる時以外もいつも楽しそうで、でなんか普通の人ではパッと思いつかないようなことをパッて思いついて、それが釣り道具だったり、釣りにつながってて、村上さんにしかできないことだなと思います。で赤松さんは、とてもいつも丁寧に教えてくれて、まめにいつも気を使ってくれて、村上さんに釣りを教えてもらいつつ、で赤松さんにいろいろ他のことも教えてもらいつつ、それぞれいいものをいっぱい盗めるんで、このままもっと勉強して、2人のいいところを全部積み合わせた人になれるように頑張りたいなと思います。ボイルバンバン来た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 、子供に自然と触れ合う体験をさせたいと思って家族で行った釣り遊び、全部が初めてだからどんなことでも興味津々、釣れないなってへこんでいた時、突然大物がヒット。息子の表情が最高だった。今ではすっかり釣りに夢中です。お釣りが来るほど学べる遊び、石黒。新年明けましておめでとうございます。今年もやってまいりました五三川、新春の釣りを楽しんでみたいなと思います。今日は晴れて晴れね、はい、どう、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今回はね、はい、とりあえず石川春人、はい、若者一人なんですけれども、はい、去年はいっぱいおったねですね、うん、春人に今日は、はい、楽しんでもらおうかな、まあ、楽しんでもらおうかなと言いながら、うん、ちょっといじめる気満開なんですけどね、はい、いじめる気なんだ。そう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 、そういう気あったんですよ。まあそんな感じで、頑張りたいと思います、はい、今年も皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ハルトさん、はい、久しぶりですね。久しぶりです。そう、あれやろ、打倒赤松健やろ。そうです。頑張れ、何を頑張るかって赤松健を倒すらしていつも言うてんのこれ頑張ります。すいませんでした。もう師匠はどこでも面張るからそれでいいんですけど、ハルトは御三川の経験があまりにもないんで、まあ今の時期の御三川を見てもらいたいなと思います。さんが楽しんでもらえたらなと思ってます。あとはこう師匠の悪高みをどこまで阻止できるかっていう課題もありますけど、御三川はそれでもやっぱりどっかで絶対チャンス来るとこなんで、食ったら取るということを課題に頑張ります。プラスダイヤになる。まあバス釣りの場合ね、釣れるポイントも大勢で行っちゃうと釣れる人も釣れなくなるんで、ちょっと今日は遠慮気味、まあ最初だけかもしれへんけど、朝一は彼らに任せましょう。季節の変わり目のね、なんだろう、すごく水温が一日にね、上下する。よっしゃ、来た。よしよしよし、ほら釣れそうな気したやろ。よっしゃよっしゃよっしゃ、ほらほら今釣れたんはね、まあ僕は今日はあんま釣らんでいいかなというこの心理的な作戦やね釣らんでと思ったら釣れるのがバスやね。
はい、今年も皆さんよろしくお願いします。持ってきゃあったでな、持ってきゃあった。これ何の魚かな。あもう、なんなんこの、これなんこの感じ。これあ、それ、あの船っすね。これいや仕事はいや。ひょいて聞きだめよ。オッケー。あのさ、うん、釣れた。いや、これ向こう向いててください。え釣れた。釣れた。終了。最悪や。あの、ここって美味しいんですか。ここお前あれやけ、よう入ったっていう感じや。赤松おったらそっと入るよ。あいつが来る前にパパッと釣っとかなかここ。なんか虹2本かかってますよ。でも今日触らはって当たり出さはったから完全覚醒状態でしょ。その状態の師匠が横にいるハルト、彼がそれに惑わされるのか、されずに安定して釣るのかみたいな。めちゃめちゃ知恵の明かされてもう治らないレベルなんですけど。何が知恵の明かされたの。 LINE が知恵の明かされたんですけど、もうこれめっちゃ治りそうじゃないですか。めちゃめちゃ治んないんですけど、これもういやよ。全然あるやろやな。何ほんまもう惑わされてた。やっぱり辛いわ。沈み虫の 2.2 インチで、ネイルシンカー 1.8g 入ってます。ちょっとここで風をガードしつつ誘います。かかった。ダメだった。当たった。当たったな。くそ。当たった。お、当たった。いった。ギルか。あ、ギルやな。ギルこばす。今やってんのがビビビショット。1.8g。で、トレーラーがライアミノー。ライアミノーのテールはカットせずにこのままね、引っ掛けてるテール、水を引っ掛くテールはそのままにしてます。で、このタックルではちょっとね、この重りがちょっと軽い。 1.8 だとね、操作もしにくい。いで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 福井だおゆい釣れなすぎて中国語人天くんなんハマってますよ村上さん。中国語にハマった。お、来た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 。よし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 。あ、釣れた。よしよしよし。村上さん釣れた。イエーイ、来たね。うおー、今日はこのライアミのトレーラーなかなか効いてるぞ。イエイ。ハルトに先越せでええとこ見せたいな思って釣ろうと思ったけど、はい、やめよう。あの、対決感じゃなくてもちゃんと協力して一匹触りましょう。はい、頑張りましょう。はい、ちょっと昼からちょっと暖かくなってきて雰囲気変わったんで、はい、頑張りましょう、はい、頑張ります。じゃあ行ってきます。早くでも箇所ずつイメージを増やしてほしい。当たった。来た。こんなになって帰ってきました。ビビビショット。もう口の中、もうしゃあないやつな感じですけど。食うな。食いますね。食う食う。ごさんがの感じが変わってるわ。さあ、竿を変えました。午後から。ハートランドプロトモデル。21年、今年やね。今年に。リリースされるモデル。いいよこれ。8フィートのミディアムヘビー。革スペやったらちょっと柔らかいなっていうやつ。しかもスタンダードモデル。もうね、スタンダードモデルをどうだろう力を入れて作り始めた。初代の革スペはね、結構粘り気のないさを、パリンパリンの竿だったんですけど、もう長い年月を経てだいたい
いろんなものが投げれていろんな魚が釣れても大丈夫なセッティングはこんな感じになってきた。で、まあ2ピースにするのは僕がロケとか行ったりするときにね、飛行機電車いわゆる公共交通機関を使うんで、長い竿だとねどうしても大変なんですよね。運送屋さんに長尺物のロッドをね扱ってくれない場合がある。そうなってくると悲しいので2ピースにした。で、これがフラッグシップモデル AGS やね、 AGS モデル、ガイドがガイドのフレームがカーボンね、8フィート3インチあります。それの8フィートモデルちょっと面白い。でレングスが8フィート3インチあって、で細巻きなのね、細巻きで、表面積がまあ小さくなります。当然ね、だから風の抵抗、まあ、空気抵抗を受けないのでスイングした時も、シャープに振り切れるし、うん、長さがある分ね軽く投げるだけで先の速度はかなり速くなります。だからキャストした時のキャストして解放した時の初速がかなり速くなる。 NDB バグ仮ネグオダマブラックバグね、 NDB バグで、これでやるとまあ根がかりも防げて、ラバージグよりもワーム自体はよく動くだろうという。フックとセパレートになってます。要はスプリットリングでつながってるので、シェイクするとこれができるのね。まあ海でネオ玉使ってる時も一緒なんだけど、これが魚を誘う。やっばこれ、竿この細さの竿さえが煽られますからね。これもう過酷っすね。風がこれ P じゃダメだね。風が弱まってからここ入ったら、さっきまで全員風が強すぎてルアーのコントロールがすごくやりにくかったのが、急に精度が上がって忘れてなかった魚が来るんじゃないかと。すごい平和な天気になりましたね。でもルアーコントローラー、おっしゃー、あー思いっきり食った。口の中からズルズルズルって出てくるの分かりました。ちょっとこれよう釣ってるやつやから歯型がどれか分からないですけど、よし釣るで。で、朝やったとこもっと向こうな。ちょっと一頭だけしていきます。はい。いや、やっぱよう、とこでやった方がええわ。やめときます。やっぱりやめときます。いや、葛藤するんですよね。やっぱリズム、釣り人リズムじゃないですか。今はなんかちょっとスイッチ入ってたから、皆さんとこリズムを乱すのも良くないし、いや釣れてへんくてもいくらなんでもやっぱリズム、釣れてないなりにリズムが出てきて釣れるパターンに入ることもあるから。お、どこでやってる、奥行った。お、よっしゃ来た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 、やった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 、オッケーオッケーオッケー、やっと来た。1頭目っすわ。赤松さんに釣らしてもらった。頑張って出てこい。よいしょ、やったー、ありがとうございます。赤松さんありがとうございます、釣らしてもらって。一瞬これバスかなって思ったんですけど、聞いたらフッて言ってて、よかったです。今年、このまま突っ走れるように頑張ります。さあ、そこ入らせてくれるかな。いや、師匠、ね、あっちめっちゃ地合いボイルバンバンもはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。とりあえず、はい、一応顔は見たけど、また厳しい日に当たったね。ね、うん、なんだろう、正月だしパパパッと釣れるかなと思ったんだけど、甘かった。そう、引きだけです、うん、で、引きあれやね、引っ張ったね、このきつい日にね。なんとか、よかったよかった、さすがです。
ということで、俺2、はい、ハルト1で、赤松さんはとりあえず、まあ今年の釣果はもう右肩上がりしかない。右肩上がりな、はい、あの掛け算でしょ、俺、はい、次釣ったら2かけるとすれば2が4やろ、はい、で、ハルトが2かけるとすれば、ちょ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 、僕年間ゼロになるじゃないですか。あかんあかんあかん、はいはい、あ、はい、まあまあ、新春楽しませてもらいました、はい、厳しいんですけれども、フィールドがね、だいぶ行き届いてて、駐車場もあるし、はい、皆さんね、ゴミをしないように、それから迷惑駐車しないように、ね、この釣り場を守っていきながら楽しみたいなと思います。はい、それでは今日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。引き続いて今日は海、SLJ をやってみたいなと思います。ここはですね、敦賀の湾から出て、沖の方に、まあ、60g までで、どれぐらいの魚が釣れるか、やってみたいなと思います。で、今日はですね、ソルティガのレスラー吉田さん、はい、一緒に行きたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。レスラーじゃないっす。レスラーにしようよ。はい、ということです。最初のポイント、浅いところ、岸のそば、何が釣れるか分かんないですけど、シーバスとかも釣れると言ってたんで、とりあえず 40g からやります。太い方上、逆なんですね。僕は 60g からいきます。細い方上。一斉スタッフ、フルちゃんと中崎くんが遊びに来てます。ちょっと助っ人に来てもらった。根魚を狙うのか青物を狙うのか、シーバス、根魚、いや全部着り方ちゃいますよ、それ全部途中で変えたらいいんじゃないですか。あ、そうか、1から始めなあかんね。そう、0から始めなあかんね。0スタートね。なるほどね。これもう 60g 使うのは早くなるから、釣りが、ん、釣りが早くできるから、うん、それもあるし、うん、下向きの早巻き、うん、落とし込みの早巻き、下向きに早く落ちるとアピール強いんですよ。下向きについていくから魚、ほんでボトムヘビーにするんだよね。そうです、下重たくするんだよね。トップヘビーセッティング、ボトムヘビーセッティングの考え方がちょっと新たに加わった。トップヘビーはふわふわで、ボトムヘビーはケツ振りのパン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 やったのね。そうじゃなくて、若干キャストすると、キャストするということは斜めになるんですよね、ラインが。そうするとトップヘビーの場合は、まあ、前へ来ようとするんで、フラ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 こう落ちていくのね。それがボトムヘビーにすると向こうに行こうとするんですよ。バックスライドしようとするのね。それをロッドで、ロッドのテンションでこう突っ張ったのね。こうグッとハンギングすると、ここでファッファッファッフって止めた時にピタッと止まるんですよ、こうやって。だからシャン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 シャクってファッフッと止めたらピタッとこう止まる感じね。はい、それも含めて、これでやってみたいと思います。12月、あ、当たった。何や、当たった。おー、来た。あ、そう、ヒット。よっしゃ、何やこれ。中層で食ったのに。これ、あれかな。怖いやつや。はい、釣れた、一発目。おめでとう、フィッシュ、イエイ。初ヒット釣れました。とりあえず線虫1本目ゲット。あ、変わった。おっしゃー、おっしゃー、素晴らしい。おー、つかまち、いいよー、やめ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 、えい、やったやった、楽しい楽しい。猫メタル 50g。 やずや当選か。タゴシや、待ってる間に釣れた。吉田さん、猫メタルの60、イワシ。オッケー、どんどん行くよ。そうやね、お、ヒット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 、ラインが止まったもんね。あと当たった。10回ぐらいしか振り上げたら当たります。
こう猫メタル作るのにアドバイス等々ね求められて、ああだこうだ言ってたらなんかどん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 形になっていって、やっぱね釣れるもんが欲しいじゃないですか道具って。そういう意味ではね、やっぱこうどんどん探求していく彼のスタイルというのは、僕と僕の考え方を形にしてくれるというのはすごくありがたいですよね。うわさすがだね、さすがだね。あはま、あ S やっぱり S か、 S そんな上まで上げてきた。はい、ほらほらほら ESを煮込めた。お、まさかやつじゃないですか。ん違うと思う。あそうかな。はい、エソクラブ今日一このまま、そら竿柔らかかったらならへん。かけた、かけた、すげえ。あ、引いてる引いてる。え、平場さん、はまって、やじ釣れました。よっしゃー、ようやくです。そ早巻き、早巻き、イエーイ、待っとってよ。やっぱ正月はこれぐらい釣れないとね。よいしょ、はい、イエーイ、ダブル釣れました。色違うね、こっち平政っぽいハマチです。っぽいハマチ、はい、やっぱ早巻きですよね、すごい、ね、ガンガンしゃくって OK、はい。さあ、ここがだいたい猫メタル 60g の限界点、水深 60m で、下から上への早巻きはとりあえずは魚食わすことができるけど、あのフォールさせるスピードを速くしてもっと追わす、それをまあ今年吉田さんにいろいろ伝授してもらいながら克服したいなと思います。うわっ、きっとサゴシ、大丈夫やろ。おりゃ、よう釣るな。猫メタル即時引き続き下の方で青も狙ってるんですけど、上の方までしゃぐるとこれが来ます。さあ、動きもボディもヘビーウェイトな、吉田さんにですね、ちょっとヘビーウェイトのプロトを、試してもらいましょうか。これね、はい、宝箱、あの本家本元のジャークを見せてもらおうと思います。はい、わーい、通常ジギングタックです。フックがフロントだけやからエビル心配ないんで、めちゃくちゃしゃくりしてもね大丈夫な。あかん、ほんまもんや。ほら、おかしなことになってきたやん。おかしなことになってきたやろ。なんか食ったけど、エソ？エソや。バッチリエソや。さあ、今やってんのは、寝魚狙い。今までと変わってすごくスロー。寝魚狙うときは基本ね、もうゆっくりこうやって3回ぐらいしゃくる、ここで当たるのが常で、ホールさしてそこについたときに食ってくるのが2回目のバイトチャンス。ここでもう乗ってるっていうパターンを多いですね。寝具をちょっと重ためのジグでやります。試作の109g、まあ 100g 狙ったら 9g ブレたって感じ。さあ、リール伸長しました。トルティがレベルワインドが同調するのね。まあ、あのこんなんを使ってる人は当たり前なんだけど、まあ、バスやってる人はそれ知らない人も結構いると思うんですけど、しゃくります、レベルワインド動いてます、こうやってね落とします、その時にレベルワインドが同調します。これ何がいいのか、ドラグの時に負担をかけない糸にね。よっしゃ、来た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 。お、それはなんかわからん。
でも行く。あかんやつかもしれん。おっ、おー、ほんまもんや、イエーイ、やったーい。やっぱり早重たいのいいね。 109g 早く作ります。うん、持ってかへんだ。あ、ええの来た。いやー、ま、ほんまのおこぜや、鬼おこぜ。やった、高級魚ゲット。危ないよ。来た。食いました。なんか38センチありそうですよ。おー、茶色いぞ。赤や、赤。よっしゃー、グッズです。38打てたでしょ。うっかりかさこですね。あのアコとかと比べてちょっと上の方には上ずらないんで、そこの方を中心にやってたら出ます。で、最初のスタートの時にゆっくりこうやって持ち上げて、竿で、うん、ちょっとそこを切ってから、うん、ここで一旦止めて、うん、スタートさせる。あ、この時にガシレタここで食うから、そこをつきます。ついたら上げる、止める、ここからスタート。いつ来るか分からない。なんやこれ。おー、魚や。えいえい。ずっとこれをガシラと思われてて、うっかりシエルと間違うんやろね。プロトンの 80g、 コマさでええのにな。見た見た、ガシラー、うっかりカサゴです。ネコメタルの100プロト、ヒラマサを100プロと思ったらそこに散らったのつけました。そこ取りは大切です。ロックフィッシュ。お、アコ、えい、アコ釣れました。はい、ラストが上がってきました。お疲れさんでした。はい、まあまあでもいろいろ釣れましたね。はい、今日吉田君がおったから、あのいつもと違うしゃくりができたんで、はい、違うなんかアプローチできた感じがする、はい、またよろしくお願いします。こちらこそお願いします。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回はビッグフィンスクイットさんで、いろんな釣りをさせてもらったんやけど、はい、あの吉田さん のメソッドね、はい、今まで僕がやってないメソッドだったので、別の釣れ方がしたような感じで、今年こんな感じでいろいろまた、伝授してください。はい、よろしくお願いします。こちらこそお願いします。はい、こんな感じでね、海にバスに、今年も、いろいろ頑張りたいなと思います。皆さんよろしくお願いします。